こんにちは、ディーベルでーす。今日もですね、Apple Watch のですね、クローン、VA9 Pro Max、これのですね、商品紹介をさせていただきたいと思います。こちらは、商品をですね、ご提供いただいたものになります。はい、新品未使用ですね、これから開封させていただきます。はい、開封します。こんにちは。ということでですね、UK LED のね、ですよというふうに書いてあって、スマートウォッチという表示、あと商品の写真ですね。カラーのですね、説明書になりますが、表面が中国語で、下の方、裏面が英語ですかね。はい、というような説明書が入っておりました。はい、ベルトの方なんですけども、こちらですね。2本、2種類。ちょっとザラザラしたタイプですね。非常に柔らかくてですね、タッチもいい感じですね。ソフトタッチで。こちらもそうですね。割と薄くてですね、柔らかい素材ですね。はい。2本同梱されておりました。それと、こちらがワイヤレス充電器ですね。で、こちらが本体ということになります。はい。これからですね、このフィルムを剥がしたいと思います。今、言語設定ですね。はい、日本語選びます。はい、VA9 Pro Max ですね。出てます。はい、こちらもですね、簡易的な説明が出てます。はい、日本語設定できました。あ、さわさまですね。失礼しました。はい、日本語設定できましたんで、はい、一番初めに出てきたフェイスがこちらですね。あ、なんかこう面白いですね。ちょっと私初めて見るんで、これ、今の画面ですね。面白いですね。綺麗ですね。はい。で、まだですね、アプリをセット、接続してないんで、カレンダーとかはですね、後か、天気予報なんかもね、見ることできないかと思います。はい。まあ、あれですね。さあ、操作性なんですけども、あ、これ結構、これもいいですね。私が過去に使ってたやつは、なんかバーって早く動いちゃったりして、すごいやりづらかったんですよね。はい。というわけで、機能的にはね、まあ、他の、スマートウォッチとね、ほとんど似たような感じにはなっちゃうんですけど、まあ、この操作性もね、確かに悪くないですね。なんかやっぱりこれも初期でですね、曲が入ってますね。はい、はい、こんな感じでですね、私が今まで使ってたものはね、今回商品提供を受けたんで初めてなんでよく分かってないんですけどね。はい、まあ、初期でこういう風に音楽が入っているのもいいと思いますね。はい、機能的なことなんですけれども、 AI のですね、自動の、AI 自動生成の、フェイスですよということですね。と、2ギガのですね、ロッカルミュージック、が再生できたりとか、今再生できたと思うんですけど、あとボイスレコーダーがですね、搭載されてます。はい、そうですね。あとは、ちょっと画面消えちゃいましたけど、まあ、いろんな機能がね、
至れり尽くせり入ってます。で、私がよく使ってますのはですね、ヘルスケア、機能ですよね。一番よく使ってるのが、まずですね、歩数、万歩計ですね。それと心拍数、血糖値、血圧、血中酸素濃度、あと睡眠時間ですね、それも測れますということですね。はい。で、電話通知の機能もついていて、まあ至れり尽くせりっすね。フェイスなんですけどね、スマホの写真なんかもこの画面にですね設定できるようですね。はい、ちょっと今やってないんでわかんないんですけど、そういう機能もあるということです。あと新しい機能かどうかはちょっと別としても、遠隔シャッターとかストップウォッチ、あと、アラーム、タイマー、電卓、あとミニゲームもなんか入ってるみたいですね。はい。まあすごいいろいろぎっしりとですね機能が詰まっている、とっても素晴らしい商品ですねこちらは。はい。動きもですね本当にスムーズですね。はい。機能とか使用の概要を調べましたんで、できる限りですね調べましたんで、概要欄の方に書かせていただきますんで、それでですね機能面をちょっとご確認いただければなと思います。はい。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いにゃー。